家電の買い替え促進キャンペーン、さらに仕事終わりの若者を引きつけるエンターテインメント施設やレストランなどがあるナイトスポットの活性化、中国政府が力を入れている消費刺激策ですが、その効果は限定的なようで、市民からも不太好吧、公司都强制降薪了，怎么感受啊？就是以前的时候都从来没想过 要省钱什么的，现在就是因为这个大环境不好，然后现在就开始省钱了。こうした中、中国共産党は先週、長期的な経済政策の方針を決める会議、三中総会を開きました。面对严峻复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展的任务，力争全面深化改革，推进中国式现代化改革。中国共産党は19日、会議で決定した改革内容を発表。課題となっている不動産不況への対策として、地方政府に権限や財源を与えるなど、不動産制度の改革を進めるとしています。また不動産と並ぶ重大リスクである地方政府の債務問題解決に向け、これまで中央政府の収入源だった消費税の一部を地方に回すことで、地方政府の自主財源を増やすとしています。しかし2021年に中国不動産大手の恒大集団が初の債務不履行に陥ったことで始まった中国の不動産バブル崩壊は、そこが見えない状況です。中国の国家統計局が15日に発表した6月の新築住宅価格指数は、主要70都市のおよそ 91% に当たる64都市で、前の月と比べて下落しました。マンションなどが売れなくなっていることが背景にあり、今年の1月から6月までの不動産開発投資も、前の年の同じ時期と比べてマイナス 10.1% となっています。こうした中、住宅ローンを組んで買ったマイホームに住めないマイホーム難民が、社会を揺るがす問題となっています。中国の不動産は竣工前に手付金を支払い、住宅ローンの返済が始まることが多いのですが、開発業者が資金繰りに行き詰まって建設が中断し、すでにローンを支払っているのに住むところがないという人が増えているのです。不動産不況の長期化などを背景に、景気の先行きに不透明感が広がる中、中国の中央銀行にあたる中国人民銀行は22日、 LPR 企業向けの貸し出し金利について、1年ものと5年もの、いずれも 0.1% 利下げしたと発表しました。金融緩和を進めることで、住宅購入や企業の資金調達を促し、景気回復への足がかりにしたい考えです。こうした政府の対策で経済回復へと向かうのか、その出口は依然不透明なままです。まず足元の GDP 統計から見てみましょうか。先週発表されました4、6月期は前年同期比で 4.7%、 1、3月期の 5.3% から鈍化しています。また前期年率換算では 2.8% 程度になっています。先進国は、ね、前期年率換算で見るのが普通なので、そうすると 2.8 というのは相当足元減速しているということですね。何に比べるかにもよるんだけれども、潜在成長率という考えがありまして、それだと今の中国経済のファンダメンタルズから考えると約 5% 前後と見られるので、そうするとそれを大きく下回っているというのは、実質的にマイナス成長になっているという見た方がいいと思います。体感としてはね、はい。だから VTR にもありましたように、消費マインドが冷え込んでいるということで、消費者信頼感指数見てもですね、もう22年からずっと低迷したままということで、ゼロコロナで、落ち込んだものが、結局戻っちゃってるっていう、こんな状況なんですね。当初の予測では、去年2023年コロナ終わったんだから、もう回復するだろうと思われて、 V 字型回復なんて言われた時期ありましたけどね。そうよく言われてたんだけれども、今回中国は残念ながら V 字型回復してない理由の一つは、今日ずっとこれから議論する不動産バブルの崩壊、不動産不況なんです。消費が悪い背景には失業率があるということですよね。中国の6月の失業率全体では 5% となっていますが、16歳から24歳の若者の失業率は 13.2% と減少傾向にはあるものの、依然高止まりしています。この統計の信憑性はどうなのかっていうことを、カリさん前もおっしゃってましたけどもね、ですね、私もずっと解明できない一つの問題がね、この若者の失業率がね、こういう動きがあるのに、この全体の失業率がね、ピタッとこう変わらないというのはなぜなのかっていうのは、私には分からないんですけど、動かないんですね。でただこの、今 13% ぐらいと言われている若者の失業率というのは、要するに前の 27% と比べて下がってはいるんだけれども、なぜかというと定義を変えられたので、例えば学校卒業して就職をしようとして見つからなくて、実家に帰って親に養ってもらっている若者がですね、失業者としてカウントされてないので、この下がっているということを言われているわけです。実家に帰ってるだけだとこの中に入らないということですね。ただ今年6月卒業して大学院生が1176万人ぐらいいると言われているんですけれども、先ほどあったように内定率が、就職の内定率が 48% ぐらいですから、だから実際はこれよりもはるかに高い失業率になっていると思います。教育熱心な国であれだけ一生懸命やって大学に入って出ても半分が就職できないとなると、社会不安高まりますね。でこの苦境のやっぱり大元にあるのが、その不動産不況だということなんですか。まず一つが3年間のコロナ禍の例のゼロコロナ政策によって、たくさんの中小零細企業潰れたからなんです。中国国内の SNS などの情報
総合して申し上げると約400万社中小零細企業潰れたんですけれども、うんうん、なぜかというと中小企業信用保証制度がない、給付金が払ってない、うん、でたくさん潰れたので就職ができない、うん、就職できないので消費成功下がって、うん、そうするとお金使われませんから家を買う人もいないし、そうするとどんどん負のスパイラルに入っていくわけですから、うん、この不動産不況がますます長期化するようになります、うん、まあ、そうした中でね、先ほど三中総会というのが開かれて、どんな経済政策が打ち出されるのかということで注目されたわけなんですけれども、その中で出てきたのはね、結局中国式現代化の推進といったなんか抽象的な言葉が出てきたけども、うん、具体策あんまり出てこなかったっていう感じだったんですが、カリさんから見て評価はいかがですか？まず日本人の方にとってこの三中総会ってどういうものかというのは多分ご存じない方が多いと思いますけれども、うん、でこの会議なぜ重要かというと1978年、その前は毛沢東の時代だったので行き詰まっていってですね、それで鄧小平という人が出てきて大きく舵を切ったのがこの当時の三中総会なんです。で今の中国経済が非常に行き詰まってるわけですから、もともとこの会議去年の10月に開かれる予定だったんだけれども、うん、遅れに遅れてでようやく開かれていって、おそらく大きな改革はですね盛り込まれるじゃないかと、内外いろいろ期待を込められたわけですけれども、いざ蓋開けてみたら今おっしゃるように抽象的な言葉で書かれているわけですから、具体策はないので、そうするとね、この決定が発表されたその日に上海の株価指数がですね大きく下がって、それ以降ずっと連日下がっているわけですから、要は市場が失望しているということです。まあ、その後ね打ち出された具体策っていうと金利が下げられたっていうのがあって、企業向けの貸し出し金利がですね、まあ、0.1% ポイントずつ引き下げられたわけですけれども、まあ、本当に不動産バブルが崩壊してるんだとしたら、まあ、日本もかつてやったように急速に利下げをしてゼロ金利にするとかっていうぐらいのことをやらないと経済回復しないわけですよね。やっぱりなかなかそこには踏み込めないということですか？この金利政策っていうのは単なる不動産だけじゃなくて、例えばこれだけの失業者が、ね、溢れてるわけだから、もっと下げなきゃいけない。これね、トゥーレイトトゥースモール、遅すぎて小さすぎる、 0.1 ポイントですから、わずかしかないので効かないんですよ。でしかもベースのその元々の金利が高いわけですから、物価に比べれば1年でもね 3% ですからね。そう、でも物価に比べればこんなに高い、もっと下げなきゃいけない。だけどなぜ下げないか、言わなきゃいけないんだけれども、国有銀行を助けるためなんです。国有銀行を助けるため、金利を下げると国有銀行にとっての利ざやが圧縮されるので、経営がものすごく悪化する可能性が高いので、下げたくてもおそらく中央銀行が下げられないというふうに判断するわけです。そういうジレンマに陥ってるわけですか。はい、さて、まあ、そうした中で一番問題となっているのは不動産不況ということですよね。はい、例で見ていきます。恒大集団や碧桂園など大手ディベロッパー3社はドル建て債のデフォルトを起こしており、バンカは今年1月から6月期の決算で初の最終赤字となっています。まあ、大手ディベロッパーの苦境というのが次々に明らかになってますけど、ただカリさん、完全になんていうかこう日本でいうところの倒産に陥っている状況のところはないんですかね。倒産させてないんです。もう倒産状態にあるんだけれども、なぜ倒産させてないかというと、実際に倒産させると国有銀行のバランスシートにノンパフォーミングローン、不良債権としてカウントしなきゃいけないので、そうなった場合大変なことになるわけですから、まだ生きてると、完全には死んでないというふうに見せかけてる部分が相当あるもんですから。そうか形の上で潰してしまうと大変な数字になってしまうと、銀行にも波及しちゃうということですね。次のグラフをちょっと見てみましょうか。これですね、住宅価格指数ですか。これは中国の住宅価格がどれくらい下がってるかということなんですね。はいはい、ですね、この価格指数を見るとですね、一部の中国の専門家がですね、中国の不動産バブルがまだ崩壊してないという人がいます。私は崩壊したと見ておりますけれども、崩壊してる、それなぜかというと、この価格指数というのは全国平均取ってるので、それこそチベットとか新疆とかの内陸も含まれるので小さく出るんです。出るんだけど、それコロナ禍前と今と比べるとそれでも大きく下がってるわけですから、だってここから見るとすごい下がり方ですよね。でもう一つ気をつけなきゃいけないのが、各地方政府がですね、プライスコントロール、価格を規制しているので、だからこの公定価格で売ろうとすると、コンピューター上受付してくれませんから、実際 その取引で成立している価格はです、これよりもっと低いわけです。自分が例えば持ってる家をもう投げ売りしたいと思って、例えば、2000万なら2000万で売りたいと思っても、投げ売りできないんです。公定価格があるんですか。一応統制価格であって投げ売りできないようにしているので、もちろん実際はアンダーテーブルで相対で取引するわけですから、安い2000万で売るんだけど、ただ集計される統計上は少し高く出るわけですから。だから実態はこれよりももっとひどいということですね。そういうことですので、だから実際も崩壊したと思います。そうするとここで見るとね、この辺がゼロコロナ政策だと思うんですけども、ゼロコロナで持ち上げてゼロになったかと思ったけど、ここに来てまた急速に落ちてますよね。なぜかというと、要するに今年に入ってから景気 その減速が一段と激しくなっていて、にもかかわらず、さっき申し上げたように金融政策の金融緩和はですね、トゥーレイトトゥースモールなので、市場がもうたまらないわけですから、大手 そのデベロッパーがですね、デフロートですよね、あれがものすごく債務を抱えてる。債務って有利負債といって、ほっとくと時間経てば経つほど加算されるわけですから、だからこれからね、このもっと激しく下がってくる可能性高いんですよ。投資の、数字を見てもそうなんですよね。不動産開発投資ですか。これはGDP統計と一緒に出るものですけども、今年の1、6月期で前期比で前年比でマイナス 10% ですよね。つまり2桁マイナスが、普通は1年ぐらいで収まるものですけども、そうです。もう3年ぐらい2年続いてるってことですね。2年3年続いてる。ですね、普通の場合は、ストンと1回下げてそこを打ったら、リバウンドしてくるんです。でこれね、失業率あれだけ高くてですね、買いが入ってこないもんですから、そうするとまだそこじゃないと消費者が判断すると買いが入ってこないわけですから、そうするとこのマイナスがですね、どんどん長期化していく。長期化すればするほどデベロッパーがですね、苦しくなるわけです。だから止まってないってことですね。下げ止まってないです。もう一つね、面白いデータを
管理者に持ってきていただいたんですね、はい、こちら2023年の家賃の伸び率です。左側の4大都市では上海がマイナス 3.85% と大きく下落、深圳、北京、広州は微増にとどまっています。また右側の2級都市では26の都市のうち18の都市がマイナスになっています。家賃を見ても、まあ、これだけ下がっているところが出てきているということなんですね、うん、これいわゆる不動産不況の典型なんだけれども、うん、この2級都市といってもですね、いわゆる1級都市では超大型都市なんですけれども、2級都市は中国の大都市なんで、言ってみれば、うん、600万人とか500万人以上の都市なんです。500万都市で2級都市って言われるわけですか。それでこの中国で誰がこの家を借りて住んでるかというと、出稼ぎに来てる人が借りるわけですから、都市部に出てきて借りる、うん、でこれね、上海というのは典型なんだけれども、うん、出稼ぎの人が多い都市なわけですから、うん、家賃が下がってるのがみんなふるさと農家農村に帰っているからなんです、うん、借りる人がいなくてどうしても下げざるを得ないわけです、うんうん、だからそれくらい、都市部の言ってみれば雇用状況が悪いっていうことの裏返しでもあるわけ、ね、だからそのさっきのその不動産価格指数というのは、うん、ある程度プライスコントロールできるんだけれども、うん、この家賃の場合は改ざんできないので、需給がより反映されますので、これすぐ分かると思います。なるね、はい、さて、カリさんがおっしゃってるように、その不動産バブルがすでに中国で崩壊したのだとしたら、どこまで影響が広がっていくかということについて考えていきたいと思うんですけれども、まず中国独特のこの地方政府と、開発会社のその特徴があるんですよね。はい、見ていきます。中国の地方政府は認可された債権発行以外の資金調達ができないことになっています、うん、そこで地方政府が出資して融資平台を設立、この融資平台が金融機関から融資を受け、不動産やインフラ開発などに投資を行っています。そして不動産不況から融資平台と地方政府の債務が年々増加しています。2023年には合わせておよそ100兆元、2100兆円にまで達しており、2028年にはおよそ153兆元、3246兆円にまで膨らむと予測されています。なかなかすごい数字でちょっとびっくりしちゃったんですけども、地方政府が独自に債権を発行したりして開発していくプロジェクトもあれば、融資平台、日本でいうとこの第三セクターみたいなものですよね、はい、第三セクターの不動産開発会社と思えばいいと思うんですが、そこが独自にお金を借りたりして、うん、開発していく。でその債務残高が100兆元って言いましたよね、今ね、はい、そうです、2100兆円日本円にして、はいはい、日銀が買ってる国債の残高が500兆円ですからね、うん、それに比べてもとてつもない数字ですよね。しかも地方政府だけですけどね、地方政府が含まれたり、しかも隠れ債務もあるので、それ入れるともっと巨額になるわけですけれども、でこれは結局その地方政府が土地の使用権をディベロッパーに売るという名目で集めてるお金ですよね、うん、それは財源であって、それだけでもったいないので、もっとなんていうの、お金を借りるわけですから、うん、要するに、土地の使用権を払い下げして得られた財源はそれそのまま使えるんだけど、それどこに使ってるかというと、一部が中国のその年金、各々の地方政府が年金ファンド その面倒見てるもんだから、うん、年金に資金注入しているわけですけれども、それでですね、同時にこれを債務たくさん借りてて、うん、無駄遣いも多いわけですけれども、うん、要はこれからの問題がですね、この債務でストックが溜まっているのが有利負債ですから、ほっとくとどんどん倍増していくわけで、残念ながら一方 その土地財源といって、今おっしゃった使用権の払い下げの売り上げ入ってこなくなるわけですから、うん、地方政府の、バランス指導がですね、壊れてしまうわけです、うんうん、つまりその不動産開発っていうのは、はい、中国の地方政府にとっては打ち出の小槌みたいなもので、はい、とにかく土地の使用権を切り売りしていれば、どんどん歳入が増えると、はい、でその歳入でいろんなものを賄おうと思ってたんだけども、はい、バブルが崩壊して価格が下がる、あるいは売れなくなったら、はい、地方政府の収入がなくなっちゃうってことでしょ。財源、多くの財源がですね、失ってしまっていて、で日本以上に高齢化が進んでるわけですから、うんうん、だから年金に注入しなきゃいけない資金がですね、うんうん、枯渇してしまうわけですから、うん、そうすると年金が、ね、値引きされて、年金難民が出てくる年金が値引きっていうか、切り下げですよね。切り下げです。次のポンチエをね、作りましたけど、はい、つまり地方政府の財源がなくなってしまうと、中国の場合は年金は地方政府が面倒見てるんですか。見てる。各々の市政府が面倒見てるんです。だから年金が払えなくなっちゃうかもしれないっていう、はい、これは社会不安になりますよね、はいはい、それからもう一つはバブル崩壊が金融システムにつながっていくっていうことですかね、はい、よく言われるのが、中国の、不動産バブル崩壊というのは日本化、うん、日本と同じ失われる30年、同じような、うん、悲劇になると言われるんだけれども、しかしちょっと違うと思うのが、日本は銀行が潰れたんです、金融機関、うん、中国は、ね、銀行潰せない、なんでかって全部国有銀行なの で、うん、で中小の銀行は大銀行頼んで吸収合併 M&A してもらうわけですから、うん、そこ残るんです、うん、残るんだけれども地方政府に飛び火して、うん、社会不安になる、年金がその満額でもらえなくなるわけだから、うん、そのものすごく深刻な問題になると思います、うんうん、そうすると単に不動産不況あるいは金融システムの不安定化ということだけではなくて、その社会全体のこうシステム不安みたいなものになってしまうということなんですか。そもそも今回 の不動産バブル膨らんだ、それからその後の崩壊と処理、見ると起因が何かというと制度の欠陥なんで、先ほどおっしゃっていただいた、なんていうの、マンションができないうちにもう住宅ローンの実行がされてしまうわけですから、あんなのあってはならないはずですけれども、物ができてないのに全額取っちゃってるわけですからね、ローン実行させちゃいけないはずですけれども、実行されて、そうするとマイホーム難民が現れてくるんだけれども、地方政府が財源があって無駄遣いしちゃいけないのに無駄遣いしてて、今なぜかというと土地の資源というのは際限ないものじゃないわけですから、限りがあるので、そうすると年金難民が現れてくるわけですから、これからどうケアするかっていうのは大きな社会問題になるわけですね。あともう一つ金融システムの話でいうと、預金保険
というようなシステムが日本にはあって、うん、あのバブル崩壊の時には、まあ、長銀はじめ大銀行が潰れたけども、はいはい、まあ、10兆円単位の金を出して預金の方を図りましたよね、うん、こういうことはなかなかできないんですか。当時の日本は、ね、預金保険機構というのがあって本当に助かったと思いますけれども、うん、なお足りなければ政府が保証する、うん、で今回中国は、ね、預金保険制度日本に習って2015年に作ったんだけれども、うん、できてから9年しか経ってないので、うん、たまったお金がわずかしかない。だからそれであの保証する能力は限りがあるわけなの で、うん、で結局は政府がどこまで保証するか、保証するというのはお金が欲しいわけですから、うん、必要ない、必要あるわけですから、どうするかというと結局最後はあの特別国債発行して、うん、でどんどんどんお金をするわけですから、やりすぎると何が起きるかというとハイパーインフレ、うん、それからスタックフレーション、非常に強固に入っていく可能性が高くなると思います、うん、あともう一つね、その、うん、不動産バブルが崩壊して立ち直っていく過程では、うん、まあ、市場メカニズムが働いて、例えば不動産価格が落ちるところまで落ちて、そうすると需要が回復してくる、うん、あるいは金融システムも傷んだものを、まあ、言ってみれば潰して、そして金融システムを再生させると、こういう機能がこう市場メカニズムにはあるわけですけども、うんうん、今の中国では先ほどからお話聞いてると、なかなか底打ちの市場メカニズムが働かないということですか。市場メカニズムがですね、機能しない理由の一つは、うん、一つが制度の欠陥、これね、直してない、改革してないからなんですね。いろんな制度の欠陥を見直していかなきゃいけない、法律もそうですけれど、うん、もう一つがね、非常に残念なことに、我々中国という社会が中国人の国民性というのはとても資本主義的なんです。競争が好きで平等が嫌いだ。日本は逆なんだけれども競争が嫌いで平等が好きで、残念ながら中国は、ね、社会主義でのシステムをやってるもんだから、本来ある活力を、ね、殺してしまっているわけです、習政権前はですね、経済が順調に成長してきたのが要するに自由を与えたからなんです、うん、今自由奪われてるの、統制が強化されてるもんだから、うん、ますます僕は、ね、この活力が出てこないもんですから、どん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 負のスパイラルに入っていくわけですね、うん、そうすると今のところカリさんからの目から見てると、うん、この不況を底打ちして新しい成長のステージに行くという道筋はなかなか見えてない。むしろ習近平政権の優先事項というのはそこにはないということなんですか。もともと今回 その三中総会に対する期待が強かったと思います、うん、何らかのメッセージ出てきて、うん、思い切って方向転換しようと、うん、で期待してたんだけれども、なかったがために市場が失望してしまったので、うん、これから10年どうなるのか、習近平政権が本当に舵を切るのか、このまま統制を強めていくのか、現在今日のこの段階で言えるのが、私は習近平政権の頭の中では安全を優先的に考えていくために、うん、経済の改革は、あるいは市場の開放はですね、二の次になっているので、なかなか楽観的な見通しは示せないと思います。社会の安定の方が大事だ。社会の安定というよりも共産党指導体制の安全安定を優先に考えてるでしょう。そういう意味で言うと、苦境を出てから脱するっていうきっかけをつかむのはなかなか難しい。要するに負のスパイラルに入ってて、プライスのスパイラルに持ち直すっていうのは、うん、やっぱり人民に自由を与えなきゃいけないじゃないでしょうか、うん、あ、こっち寄ってきましたね。これだこれこれだ。あ、見てください、運転手乗ってないですよ。こうした自動運転の無人タクシー、湖北省の武漢市では400台以上走っています。利用方法は実に簡単で、専用のアプリで乗車位置と目的地を指定、タクシーが来たらパスワードを入力します。そして車内のパネルに表示された出発ボタンを押すと動き始めます。今非常にゆっくりのスピードで走っています。どうしたんでしょう。前の信号が今赤になりそうなんですね。安全運転が徹底されていて、右折直後にバイクが反対方向から来ている状況も正確に把握していました。中国メディアによりますと、武漢市での無人タクシーの利用回数はサービスが始まった2月以降ですでに150万回を超えたといい、市民の足として支持されつつあります。運転は安定しています。中国式現代化ですね。さらに、一般のタクシーより安いんだよ。料金が4割ほど安いのも急速に普及が進む理由の一つです。一方で、どんどん収入が減っているわ。無人タクシーが一般のタクシーと同じ値段なら気にしない。だけど俺たちの半分の値段で商売するなんてあまりに安すぎる。空港の駐車場に待機しているタクシーは100台以上、暇そうにしている姿が目立ちます。こちらは一食300円で食べ放題の食堂、タクシー運転手たちのたまり場となっているのですが、無人タクシーがさらに普及したらもっと悪くなる。家族も養えない。中には中国政府に規制を求める動きも。先月抗議やストライキもしたよ。もう運転手の仕事をやめた方がいいかも。あまりに辛くて続けてらんないよ。今後無人タクシーが中国全土に普及すれば、数百万人の雇用が失われる可能性も指摘されています。雇用の確保か